モズカツテラシゾ終わり朝日市文化会館は愛知県終わり朝日市にある多目的ホール。1970年に市政施行した終わり朝日市の市政施行10周年記念事業の一環として計画された。1980年7月31日に着工し、1981年8月31日に竣工、1981年10月に開館した。 コケラ落とし公園は落語、漫才、技術の演芸会であり、ピークを過ぎた漫才コンビの W 賢治を招いている。2004年に地方自治法が改正されて、指定管理者制度が導入されると、2007年には、終わり朝日市内の公共施設として、初めて指定管理者制度を導入した。愛知県部隊運営事業共同組合を、厚生団体代表とし、NHK チューブ、 ブレーンズ、サンデーフォークプロモーション、朝日工業の4社による共同企業体が管理運営を委託されている。なお、県外施設の終わり朝日園は2006年度に指定管理者に移行している。開館から35年以上が経過して、施設の老朽化が顕著となっていること、2019年春季に愛知県森林公園で開催される第70回全国。 植樹祭の好転会場となるため、2018年5月から2019年3月末まで、休館して大規模改修工事を実施した。RIA の実施設計、河野池組の施行により、ホール天井の耐震化、各種機器の改修が行われた。敷地面積は1865.00、平方メートル、建築面積は3632.33。 平方メートル、延べ床面積は3632.33平方メートルである。名鉄瀬戸線を終わり朝日駅から徒歩で約8分。中央人員1000人の文化会館ホール、中央人員293人の朝日のホールという2つのホール、絵画、工芸、彫刻品用の展示室がある。終わり朝日市民に幅広く芸術を鑑賞する機会を提供するために、 文化会館では自主事業を展開している。1984年度には5事業、1993年度には10事業、2000年度には5事業、2007年度には16事業を展開した。自主事業では著名な音楽家や芸能人を招聘している。出展、終わり朝日市主元大社編。ありがとうございます。